米大リーグのワールドシリーズ WS は25日日本時間26日にロサンゼルスで開幕しナ・リーグを制した大谷翔平と山本由伸を擁するドジャースがア・リーグ覇者のヤンキースと対戦するドジャースの大谷とヤンキースのアーロン・ジャッジとの主砲対決など人気球団同士による43年ぶりの対決をめぐってはフジテレビによる地上波放送も決定した ポストシーズン、t s で日本国内の視聴者数が飛躍的に伸びていることについて米国のメディアも大きな関心を寄せるなど、開幕前から日米ともに盛り上がりを見せている。写真、ヤンキースジャッジと談笑する大谷翔平、過去の対戦はヤンキースに軍配、ドジャースとヤンキースの両球団による WS での対戦は12度目で、ヤンキースが8勝3敗でリードしている。本拠地は、 ロサンゼルス、ニューヨークとそれぞれ米国を代表する大都市であり、両球団いずれも歴史があるチーム。WS を象徴するような注目の対戦カードとなったと話すのは、大リーグ評論家の福島良一さんだ。レギュラーシーズンでの総本塁打数は両球団いずれもリーグトップと、共に強力打線が持ち味だ。ドジャースは大谷に加え、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンの、 最優秀選手、MVP、トリオが打線を牽引。一方のヤンキースも、今季両リーグトップの58本塁打を放ったジャッジを筆頭に、41本塁打のフアンソと、27本塁打のジアンカルロスタントンと、こちらも打線にはタレントが揃っている。大谷ジャッジと両リーグを代表する主砲同士の対決に、米大リーグ機構、MLB、の X、旧ツイッター、 の公式アカウントはアーロン・ジャッジ大谷翔平野球界の2大スターが WS の舞台で対決する勝利を収めるのはどちらかと写真付きで投稿米国メディアでも2人の対決に注目が集まっている強力打線が両チームの特徴だがヤンキースは第1戦で先発するゲリット・コールのほか今季16勝を挙げたカルロス・ロドンが先発陣も協力 山本は第2戦での先発が決まったが、福島さんは左打者の多いドジャース打線をヤンキースの投手陣がいかに抑えられるか。山本が先発する第2戦での勝敗が重要ではないかと指摘する。